プライチってあるじゃない、コンビニで商品買ったら、うん、レシートに、まあ、クーポンみたいなのついてて、うん、はいはい、まあ、これが無料のクーポンで、まあ、翌週以降とかになんか別の商品を無料で交換できるみたいな、あります、めちゃくちゃ便利じゃない、うん、あれの出現のおかげでそのコンビニをなんか利用するハードル低くなったまであるしね、実際、うん、まあ、あれすごい便利で、もう本当お金ない芸人なんかみんな使ってると思ってたんですよ。わかる、したら全然使ってない。あ、そう、あれを気にしてるのしびれグラムサムだけなんだ。え、マジ？し、なんかめちゃくちゃね、俺も気にしてるけど吉田に教えてもらったっけよね、確かに。まあ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 、こういうのがあんだお前っつって。でもなんかそのめちゃくちゃお金ない後輩がいるんだけど、うん、はいはい、そいつとなんか一緒にコンビニ行った時に、うん、なんでプライチ買わなかったのみたいな会話になって、はいはい、プライチってなんすかみたいな、え、お前プライチ知らなくてやってんのかよっていう、その、うん、しかも吉田の後輩だよ。お得の後輩なんだからプライチぐらい知っとけ。